先日ですね、昔私が蓮の葉っていうお坊さん Q&A サイトで回答いたしました10代の自分の煩悩についてっていうですね、ご質問に対する回答がツイッターの方でご紹介していただきまして、それで結構バズったんですね。それにちなみまして今回はですね、不邪淫というものについて語りたいと思います。仏教お寺チャンネルの大事でございます。よろしくお願いいたします。で、不邪淫っていうのはですね、戒律の中でよく出てくるんですよ。まあ、戒律って言っても戒ですね。戒律のうちの戒。戒と律って違うんですよ。律っていうのは集団の規則、集団のルールなんですね。だからよく戒律を破ったら何々罪にあたってどんな罰があるみたいな話を紹介してる本があるんですけれども、あれって結構ね問題がありまして、戒律がそういうものなんじゃないんなくて、律がそういうものなんですよ。律は集団を運営していくためのルールですから、そういった感じのものになりまして、結構ですね、殺人したらいけないっていう、まあ、ごく当たり前の重たいものから、服装規定みたいなですね、比較的軽いもの、まあ、軽いつっても制服に当たるわけですから、そうそう軽んじていいわけじゃないんですけれども、そういった比較的軽微なものまで、いろんなものが入ってるんですね。で、それに対して、律に対して、戒っていうのは、こういう風な生き方をした方が実は楽なんですよっていうのに気づくための生活の指針なんですよ。生活の指針でありますとか、生活習慣の目標みたいな感じなんですね。こういう生活習慣にすると楽になりますよ。例えば、まあ、猫背っていうのは短期的に見れば楽かもしれないですけれども、人生を長期的に見た時に、人生全体で見た時には、猫背やめて姿勢をよく生きた方が絶対楽なわけですよね。そういう風な長い目で見た時に、実はこういう生き方の方が楽なんだっていうのに気づくための生活習慣っていうのが戒になるんです。で、その戒の中に不邪淫っていうものが入ってくるわけですね。まあ、不邪淫と言ったりですとか、あとは不頓淫っていうような言い方もしますし、あるいは不淫っていう言葉もある。よく戒律って言うんですけれども、実はね、戒律っていっぱいあるんですよ、仏教の中に。で、そうした時にやっぱりいろんな戒律があって、それ全部やろうと思ったらもう大学のゼミでやってくださいっていうような、そういうボリュームになっちゃうんですよ。卒論でやってくださいみたいな感じになっちゃいますから、そこまでは扱えないんですけれども、今回はツイッターでねバズったのにちなんでお話をいたしますので、皆さんにとっての戒律、我々お坊さん出家者じゃなくて皆さんの側の戒律っていうのもやっぱりあるんですね。男信徒さんの戒律って言った時に、5つの戒、5戒でありますとか、8つの戒、8歳戒っていうものがあるんです。これを切り口としてお話ししていきたいと思います。で、5つの戒、5戒って言った時には、不邪淫戒って言って邪の一文字が入るんです。もしくは不頓淫戒って言って、この貪るっていう字が入る。で、それに対して8つの戒の時は不淫って言って邪とかトンが入らないんですね。これ何が違うかっていうと、5つの戒っていうのはもう365日年がら年中習慣として目指しましょうっていう戒律なんです。それに対して8つの戒律っていうのは、ここに歳っていう一文字が入るんですけど、歳って何かって言いますと、例えば法事の日みたいな、この日は特に仏教に親しみましょうっていう、強化月間ならぬ強化日間みたいな感じなんですね。強化仏教学習日みたいな感じ。それをやる時が八歳会っていうものなんですね。だから私タイのあたりで修行したんですけれども、あっちの方では月に2回新月の日だったかな、新月の日をブッダの日って呼ぶんですけれども、そのブッダの日が祭日、祭の日なんですよ。だから月に2回八歳会を守る日があって、普段は5回、1月30日として残りの28日は5回の方なんです。だからまあ5回をやっていく上で、さらに八歳会も、こうか、8歳会もやっていくっていう感じなんですけれども、日本だったら6歳日とかって言ってから6日間あったんだとか、なんかいろんな説があってから、実際地方によっていろいろあったんだろうと思うんですよ、月何日かっていうのは。これ法華経っていう本、これはですね、原始経典と呼ばれる最も古い層のお経の一つなんですね。最も古いお経の一つで、この中に5回にあたるものが書いてありまして、それが163ページ、これの246-247の教えにこういうふうに書いてあるんです。人もし命あるものを損ない、また空ごとを語り、この世にて与えられざるを取り、人の婦女と交わり、さらにスラーシュメーラヤシュにふけり溺れなば、彼はこの世にて己の根を掘るものなりっていうふうに書いてあるんですね。これもうちょっと平たく言いますと、まあ人が命あるものを損なう、これはいわゆる殺生です。
まあ殺生って言っても命を奪うっていうことじゃなくて、あいつをとっちめてやろう、いじめてやろう、害してやろうっていう風な、そういう害意の禁止なんですよ。害意っていうのは苦しいものですよっていうこと。それから空事を語り、嘘をつかない、仏教語では不毛語って言うんですけれども、嘘を言ったりとかデマを言うっていうことは苦しいことなんですよっていうこと。そして3番目、与えられざるを取り、これは真っ当な方法で真っ当な手段で物を得ていないことは苦しいことですよっていうこと。要するに盗んだりでありますとか、搾取したりでありますとか、略奪するっていうのは苦しいことですよっていうことです。そして、4番目、人の婦女と交わり、これ男性との会話の中でお釈迦様が言ってることですから、婦女っていうふうに表現してるんですけれども、女性に限りませんよね。男で読み替えても一緒です。異性でも同性でもそうなんですけれども、他人のパートナーと交わる、要するに不倫のことなんですね。不倫だから、よく婦女委員会って言った時にセックスの禁止だっていうふうに取られがちなんですけれども、婦女委員会とか婦遁院っていう風にここに一文字入った場合には、これは不倫っていう風に読めるわけなんです。人の婦女と交わり。そして5番目、さらにまたスラーシュ、メーラヤシュにふけり溺れなば、これは酔うもの、お酒でありますとかドラッグでありますとか、そういう酔うものに頼る生き方っていうのは苦ですよっていうことですね。これもやっぱりあくまで皆さんの側、在家の方、出家していない方の生活の目標ですから、お酒を飲むなっていうよりかは、ふけり溺れなば、そういう風なものに頼らない生き方をしましょうっていうことですね。一滴も飲むなっていうことではないって思っていいと思います。そういうものに頼らないっていう感じ。そしてこれらの5つのものをしたならば、彼はこの世にて己の根を掘るものなり、まあ彼とか彼女がまるで植物が自分の根っこを掘るようなものだって、そうやって自分の命でありますとか自分の人生っていうものを根っこから痛めつけるものだ、もっと我々に親しい表現で言うと自分の首を絞めるようなものだっていうふうに書いてあるわけなんですね。要するにこういう5つのことをしない生き方の方が実は楽なんですよっていうふうな、そういう話なんです。でこれに対して8歳会、8つの会になってきますと、これは期間限定、まあその日1日ですよね。そういう祭日の1日間守るものだから、もっと厳しくなっていて、不邪院っていうふうに、邪がつかずに不院っていうふうに、不院会っていうふうになってくるわけなんです。そうするともうセックスそのものはその日は控えましょうっていうような意味になってきますね。だから5回365日目指すべきところでは不倫をしない、そして仏教強化取り組み日みたいな日はセックスそのものをしないっていうような感じになってきます。まあ、それがですね、不邪院の基本的な読み方になってくるんですけれども、もうちょっと深く読んでみましょう。今度はですね、先ほどの北区教ではなく、スッタニパータ、漢字の名前では教習っていうんですけれども、こちらの原始経典の方で読んでみたいと思います。こっちの方がね、いろいろな例が上がっています。54ページ、生草について書かれているパートになるんですけれども、これを横島っていう風に読み替えて、さらに人に対するものっていう風に読み替えていっても、すごい意味が通じるというか学びのあるものなんですね。でまあ最初の方はちょっと飛ばしまして、242番、生き物を殺すこと、打ち、切断し、縛ること、盗むこと、嘘をつくこと、詐欺、騙すこと、邪曲を学習すること、他人の妻に親近すること、これが生臭である、肉食いすることが生臭いのではないっていう、まあ最後のところはですね、横島ではないっていうふうに読み替えていきたいんですけれども、これ先ほどの誤解をですね、ちょっと言い換えた感じ、もうちょっと詳しく言ってる感じになります。で一つ面白いのが4番目、邪曲を学習することっていうふうにあるんですけれども、これさっきの北区教の誤解ではスラーシュ、メーラヤシュにふけることっていうふうに表現されてました。お酒にふけること、これがですね、邪曲を学習することっていうふうになってます。じゃあこの邪曲って何かっていうと、中がありまして、無意義なあるいは有害な書物に通達することであるっていうふうに、要するに間違った学習をすることっていうことですね。なんでこういう風になってくるかっていうと、結局、不古酒会とか不音酒会っていう名前なんですけれども、これについてはお酒を飲まない会っていう風に読まれがちなんですけれども、本質的には冷静な判断能力というか正常な
思考能力を奪うことをしないっていうことなんです。お酒飲んだら正常な思考能力が惑うでしょ、そういうことなんですよ。ドラッグもそう。そうした時にカルト的な手法を使った教えでありますとか取り組み、なんかこうセミナーとかああいったものもこの中に入ってくるわけなんですね。不幸主会、不穏受会、惑わせない、他人を惑わせないでありますとか、惑うものに親しまないっていうこと。だからまあ YouTube とかでもね、割と不健全な動画ってあるなっていうふうに皆さん感じてらっしゃると思うんですけど、ああいうのはやっぱり見ない方がいいっていうことになります。見ない方がいいっていうか、見ない方が楽な人生なんですよ、実はっていうこと。続きまして243番、この世において欲望を制することなく美味を貪り、不浄の邪悪な生活を交え、虚無論を抱き、不正の行いをなし、顔面な人々、これが横島である。これ面白いですね。この世において欲望を制することなく美味を貪りってあるわけなんですけれども、まあこれ要するに食べ物を貪るっていうことですよね。でもこれはやっぱり人に対しても言えることだと思う。どういうことかっていうと、私が考えた理想の人間像を相手に押し付けない、貪らないっていうこと。だから私が考えた理想の旦那像、理想の妻像でありますとか、あるいはお坊さんとはこうあるべきだとか、学校の先生とはこうあるべきだみたいなのを押し付ければ押し付けるほど、あなた自身の貪りの心によってあなた自身が苦を抱えるんですよ。思い通りにならないっていう苦を抱えていくんですよっていうのが、やっぱり仏教の基本的なスタンスになってくるわけですね。それから面白いのが、虚無論を抱きっていう風にあるわけです。虚無論もやっぱり苦になるっていう風に、仏教の文脈では考えるわけです。どういうことかっていうと、これ当時の虚無論ですから、私たちがパッと思いつくような虚無論とはちょっと違うかもしれないんですけれども、古代インドの虚無論っていうのがどういうものかっていうと、人間ってさ、どうせ死んじゃったら無になるんだから、今のうちに好きなことしておけばいいよね、しておいた方がお得だよねみたいな、そういう考え方、好き勝手することの口実になるようなのが虚無論だったわけです、古代インドではね。そういった考え方も苦ですよっていうこと。続きまして244番、粗暴残酷であって陰口を言い、友を裏切り、無慈悲で極めて傲慢であり、物惜しみする太刀で何人にも与えない人々、これが生草である。これが横島であるで読み替えましょうね。そして245番、怒り、おごり、強情、反抗心、偽り、嫉妬、ほら吹くこと、極度の高慢、不良の徒と交わること、これが横島である。246番、この世で立ちが悪く、借金を踏み倒し、密告をし、法廷で偽証し、正義を装い、邪悪を犯す最も劣等な人々、これが横島である。247番、この世で欲しいままに生き物を殺し、他人のものを奪って、かえって彼らを害しようと努め、たちが悪く、残酷で、粗暴で、無礼な人々、これが横島である。これら、過去生ける者どもに対して、むさぼり求め、敵対して殺し、常に過去害をなすことに努める人々は、死んでからは暗黒に入り、頭を逆さまにして地獄に落ちる。これが横島であるっていう風にですね、皆さんいかがでしたでしょうか。これらを不邪淫会、要するに不邪淫会っていうのはセックスだけじゃなくて、もっと深く読んでいった時に、人との真っ当な関係性を作りましょう、真っ当じゃない、健全じゃない人間関係っていうのは苦ですよって言った時に、その健全じゃないのは何か横島だっていう風に読んでいくわけです。それで実際にこうやって読んでみますと、皆さんいかがでしたでしょうか。家族関係、まあ親子だったり兄弟関係であってもそうだし、職場の関係であっても、地域の関係であっても、あるいは学校の関係であっても、人間関係何にでも言えることですよね、これって。人間関係何にでも言えること。そうした時に時々ね、やっぱりこういうのね、みんなで勉強できればいいなっていうふうに思うんですよ。お経を見返してみる、教えを復習してみて、自分のことを見つめ直してみる、こういうのってやっぱり嫌だよねっていうところね。そんな感じでね、皆さん本日の動画いかがでしたでしょうか。感じたこと、考えたこと、それから自分を見つめ直してみたようなことございましたら、差し支えなければね、コメント欄の方に投稿していただければ幸いです。今日だけじゃなくって、またこの先もね、毎祭日、祭日みたいな時にちょっと改めて見ていただきまして、感じたこととかあったら、またコメント欄に投稿していただければ幸いでございます。
通知が来て気づいた分に関しましてはハートマークをさせていただきたいと思います。ちょっとですね、全返信、コメントを全部返信するっていうのはさすがにちょっと難しくなってきましたし、ぼちぼち方針を改めさせていただければ幸いではございますが、よろしければコメント欄にご投稿ください。そんな感じで本日の動画はここまで。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは合唱、はい、はい、また見てね。先日のね、バズった10代の自分の煩悩についての問答の URL 下に貼っておきますので、よろしければご覧ください。